にちは、アームレスリング俳優のハッサマンです。今日はですね、僕が主催しているお芝居サークル台本交流会の、稽古内容について、動画に収めましたので見ていただけたらなと思います。で、今回のお芝居研究テーマが、二度見ですね、はい、それぞれ体験したことのある二度見をメンバーや僕がそれぞれ披露していって、こういうシチュエーションの時に見た二度見ですよっていうお芝居をしたので聞いていただけたらなと思います。さあ早速聞きましょう。あっ、休憩です。上がってください。はい、上がってください。はい、はい、トップバッターの大地さんから、はい、私どういうシチュエーションだったのかを。いるはずのない人がいたってシチュエーションですね。お、普通に入ってきて、あ、いや疲れた疲れた、なるほど。こっちはぬるーっとした二度見ですね。ああ、なんかお化けでも見たような感じで。なるほど。恐る恐る見る、キレはないですね。こういうこういうキレはない。ああ、なるほど。こうやって素の驚きです、マジでっていう感じで。いや、面白かったですね。これは経験があった話ですかね。もうまあその以前こういう場所にいた人が、はい、突然来なくなってしばらくして、はい、でまあいないのは当たり前になってきた時にいた。ああ、なるほど。だから懐かしさもありつつ、来てるどうしたっていう感じ。なるほど。はい、2番目は僕ですね、はい、僕はあの昔プールでバイトしてた時がありまして、まあ水泳やっていたので、分かる方は分かると思うんですけど、市民プールとかで休憩の時間あるじゃないですか。30分に1回休憩するんですね。1回上がんなきゃいけないですもんね。そうなんですよ。お客さんっていうか遊泳している方を上がらせて、また5分休んだ後また遊泳どうぞみたいな感じのシチュエーションなんですね。上がってくださいって。なるほどね。その時にあの大きいプールで働いてて、で、あの飛び込み台があるんですけど、おで、あ、じゃあみんな上がりましたねって言って、で飛び込み台に行っちゃいけないんですよ、休憩の時って、はい、で、あ、上がったなと思って、よっしゃ、じゃあ5分休憩させようかなと思ったら、子供がこう体育座りしてたんですよ、飛び込み台で。バッと思って、それは見ちゃいます。で、その後、あの、下ろしに行きました。はい、上がってください。はい、はい、取り残されたっていうことは。そうですね、多分飛ぼうとしてピーって笛になって上がってくださいって言ったから、なんかその場で知らないですけど座ればいいと思った。じゃあ待ってよって。そうです、時間切れになったから。そうです。最後3番目のナンマさん。はい、そうですね、私なんですけど、あの散歩中の出来事ですね。あ、散歩中、はい、散歩中で歩いてた時なんですけど、向こうから普通に自転車が来るわけですよ。はい、で普通にもう大体意識なしにチラッと見ると思うんですけど、見た時にあの二度見たときに一瞬なんか女性だと思ったんですよ。そしたら完全におじさまで、おじさまで、なるほど、スカート着て、うわ、あー、でよく新宿にいらっしゃる。でちょっとこうやって二度見したときにスカートをひらりとして見えたんですよ、なんか嫌なもんが。そこは見えてしまった。うわっ。それはあの二度見になりますね。そうですね。で、顔見してますね、びっくりして。よ、人間やっぱ予想外のものが来るとね。そうですね、あれは予想外ですね、確かに。なるほど。いやびっくりしました。いや、面白かったです。ありがとうございます。なるほどね、そういった、はい、